ミハイル・クルムはドイツ人のレーシングドライバー。現在はニスモドライビングアカデミーの校長を務めている。1988年にドイツ国内のフォーミュラフォードでデビューし、2年目にはシリーズチャンピオンを獲得した。翌年にはドイツフォーミュラオペルロータスのシリーズチャンピオンとなった。1992年にはドイツ F3。 1993年にはドイツ F3 とイタリア F3 で活躍した。1994年に来日し、同年の全日本 F3 選手権でシリーズチャンピオンを獲得した。以後、全日本 F3 前選手権、フォーミューラ、日本や全日本 GT 選手権、スーパー GT など、日本のトップカテゴリーで活躍した。当初はトヨタアークスでの活動が多かったが、 1998年のドイツスーパーツーリング選手権に日産、プリメーラで参戦したのを機に日産のワークスドライバーとなった。2001年にはアメリカにはタリカートにレールコインレーシングから参戦したがチームがシーズン途中でカートから撤退してしまったため日本に復帰した。2002年にはルマン24時間レースにアウディアール8で参戦し総合3位を獲得した。 全日本 GT 選手権には1995年にトヨタスープラでデビューし、シリーズランキングは5位、優勝1回と好成績を収めた。1996年はポルシェでスポット参戦し、1997年には後に F1 ドライバーとなるペドロデラロサとのコンビでシリーズチャンピオンを獲得した。1999年により日産、 スカイライン GT-R で復帰し、以後、ニスモのドライバーとして活躍した。2003年には、元山明と共に2度目のシリーズチャンピオンを獲得した。2009年から2011年にかけて、ニスモのドライバーとして、FIAGT 選手権に、日産 GT-R で参戦。2009年8月22日、23日に、 開催されたスーパー GT 第6戦鈴鹿に、ブノは取れる家のピンチヒッターとして参戦。スポット参戦ではあるものの、6年ぶりに本山とコンビを組んだ。FIAGT 選手権を引き継いだ FIAGT1 世界選手権にも引き続き参戦し、2011年にはルーカス・ルーはと組んで JR モータースポーツからエントリー、参戦3年目にして、 シリーズチャンピオンを獲得した。2012年は、ブノは取れる家がスーパー GT と多くの日程が、重なる FIA 世界耐久選手権へ参戦するために、ニスモを離脱したことから、その後釜として2012年より、自身3年ぶりに、スーパー GT のニスモに復帰し、元山明と8年ぶりにコンビを組む。また同年より、ルマン24時間に次世代車枠の、 ガレージ56でエントリーするデルタウィングのドライバーにも寄与される。2013年9月30日に日産 GT-R のニスモモデルでニュルブルクリンクを7分08秒679で周回し、量産主販車としての世界最速の記録を更新し、同年11月19日に行われた GT-R の2014年モデルとニスモモデルの発表会に出席し、 日産 CEO のカルロス・ゴーンと共にこの成果を発表した。2016年4月、ニスモのアンバサダーに就任するとともにニュルブルクリンク24時間レースへ参戦することが発表された。2019年には同レースに初参戦するコンドーレーシングのアドバイザーを務める。一睡もせずにドライバーに無線を送り続け、総合10位及び s p 級クラス9位と日本勢として、久々の高成績を残したチームに貢献した。2020年からは、ニスモのスーパー GT GT500 クラスにおいて、元山明と共にエグゼクティブアドバイザーを務める。ドイツフォーミュラ3選手権全日本フォーミュラ3選手権、マカオグランプリ全日本 F3000 選手権、フォーミュラ日本全日本ツーリングカー選手権。 ドイツスーパーツーリング選手権全日本、GT 選手権、スーパー GTFIA、GT 選手権、FIA GT1 世界選手権、FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レースカート。ありがとうございます。